シド、オットーのところに行ってやれ。サロンにいるはずだ。お帰り、シド。クライブ、サロンに行ってオットーに報告しましょう。腕の振りが甘いぞ。気合を入れろ。クライブ、今回の作戦はうまくいったの？次の作戦まで各自待機だ。戻ったか、クライブ。ビクトルがストラスを飛ばしてきた。状況は分かってるよ。今回も災難だったな。巷ではシドは滞在人だ。その上風国プカにまで目をつけられてる。誰だって関わりたくはないだろう。それで留守中に変わったことは？ダルメキア共和国軍を調べるためにガブを向かわせた。どうにも奴らの動きが引っかかってな。今は帰りを待ってるところだ。なら奴が戻るまで彼女と各国の情勢をさらっておくとしよう。ビビアンか。戦の研究さえできれば場所は問わんと言ってたが、こんなところでもお勉強とは変わった先生だよ。変わり者だから協力してくれるのさ。何かあれば呼んでくれ。ビビアン、少しいいか。悪運が強いな。まだ生きているとは。お前にだけは言われたくない。何度か暗殺されかかっただけじゃないか。騒ぐほどのことでもなかろう。さて、要件は何かな。この偉大なる軍事学者ビビアン・ナインテールズが答えよう。各国の情勢を把握しておきたい。今日も今日とてバリスゼアは知事に乱れたまま。史上最悪の滞在に、シドの登場に、黒の一帯の侵食による世界の荒廃。だが、世界を揺るがす風は、それだけじゃない。ザンブレク公国という、嵐の存在だ。風の大陸、北東に位置するザンブレク公国は、かねてより、その国土を黒の一帯に蝕まれていた。そのため、新たな領土を求めて、海を挟んだウォールード王国と長く争いを続けている。ところが、相手は召喚獣オーディンを擁する強国。そうやすやすと領土を奪えるわけもなく、事態は進展していなかった。そこでザンブレクの信仰シルベストルが目をつけたのは、豊富な資源を抱えるクリスタル自治領だ。5年前のこと、君たちがマザークリスタルドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で、一挙に彼の地へ侵攻、制圧した。
だがクリスタル自治領は文字通り世界の中心、最大の地理的要衝でもある。ここを抑えればバリスゼア統一にも手が届くだろう。だからこそ各国は相互牽制として不可侵条約を結んでいたのだが、一方的に破られたとなれば紛糾は避けられん。ザンブレク公国、ダルメキア共和国、ウォールード王国、そして鉄王国、それぞれが生き残りをかけ乱世は加速しているよ。なるほど、いい雲行きとは言えないか。世界にとってはな、今後の風の吹き方一つで君たちにとっては追い風になるかもしれない。こんなところだクライブ、こたびの講義代はお使いで手を打とうじゃないか。仕方ない、いいだろう。それではこの本を書庫の主に返しておいてくれ。語り部によろしく。語り部か、さて書庫へ行こう。要件は何かな。私か。よかろう、いつでも来るがいい。まったく。そんなある日だ。クリスタル自治領か。理解しがたいね。それでは始めよう。人を知ることが勝利につながる。情勢の変化を見ていこう。いつでも相手になるぞ。そうだ、今日は何か。ああ、どうだい。頼んだよ。まったく。はあ、クライブ、
見ていきな。ちょうどいただくよ。じゃあね。クライブ、お帰りなさい。装備や薬で困ってないかい？こんな湖の真ん中まで品物を運び入れたんだ。せっかくだし、いろいろ買っていってよ。おお、クライブ。ここか。いつでも来い。あれから5年か。何が必要なんだ。じゃあな。うちの火事場は最高だぜ。なんせ魔法を使わずに火事ができるんだからな。それもすべてあの炉と不意後のおかげ。本当にすごい発明だよ。ここで買うか、工房でこさえてもらうか。チョコボに悩みどころ。何か飲んでく？私はこの隠れ家の憩いの場、パブタブ&クラウンの店主よ。とは言ってもボリーの厨房に曲がりしてるんだけど、その分美味しいお酒を楽しませてあげるわ。シドも一息つきたい時はいつでも顔を出してね。いつでも飲みに来てね。ハルポクラテス。そう呼んでくれるのはお主くらいだな。語り部と呼ばれすぎて自分の名を忘れそうになる。クライブ、無事に戻って何よりだ。ビビアンから本を預かった。これをあんたに返してくれと。バカ先生は相変わらず読むのが早いのう。わしももっと解読が早ければお主の頼みに応えられるかもしれんが、先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなかった。お主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在、その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうだ。これだけの書物とあんたの学識をもってしても未だ尻尾さえつかめないとは。一筋縄で行く相手ではないということだろう。今は北部の古文書を探っている。
何か分かったら知らせよう。助かるよ。書物に囲まれ木の実を食い知識の海に浸る。ここはわしの楽園だ。気にすることはない。テトは見てた。語り部木の実ばっか食べてる。クラも知ってるよ。だからおなら臭いって。これこれ、バラせてない。好物が取り上げられたらどうしてくれる。テトとクロは相変わらずか。書庫で預かってからというもの、毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいとぐずるのだ。あの子らが哀れでならん。前の隠れ家が襲われた時、二人の親を含め多くの仲間が殺された。5年前の出来事は生き残った者たちに深い傷となって残ったな。その傷を癒すにもまだまだ時間が必要だ。話が長くなった。疲れたろ。少しは休むといい。ありがとう、ハルポクラテス。ガブが戻るまで部屋で休むとするか。よう、クライブ。クライブ、待っておるぞ。あれから5年か。そんな時だ。あの双子かね。そうだな。新たな視点を得られた気がするぞ。これまでのお主の話をまとめているぞ。知りたいことがあったらおいで。この隠れ家は飛空艇だったんだよ。今は飛ばないけど。インビンシブルって名前なんだよ。意味は知らないけど。おかえり、クライブ。帰ってくるなりバタバタしてるわね。その顔も見慣れたわ。今じゃただの不愛想な傭兵って感じ。刻印がないというだけで外では人として扱われる。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。感謝してるよ。そりゃどうも。オットーから伝言よ。ガブから手紙が来たらしいわ。あんたの部屋に置いてあるからって。ガブから。わかった、すぐに確認する。じゃあまた後で。ガブから手紙、何かあったか。カローンが新しい品を仕入れたってよ。さっきオットーが来たわ。ガブの手紙を読んでくれってあなたに。
ガブはなんて？ダルメキアが軍を動かした。フーゴ・クプカも関わっているようだ。これで奴の私兵はしばらくの間、ベアラーを襲うことはない。そう、よかった。この戦は俺たちにも好機だ。後でガブと話そう。それにしても隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思う。5年遅すぎたくらいだよ。俺がイフリートの力を使いこなせていればもっとうまくやれてたはず。なのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ。召喚獣になると大きな負担がかかるもの。あなたの体の方が分かっているのよ。良くないことから守っているんだわ。君にばかり負担をかけてるな。これまでたくさんの場所を巡ってきて、私にもようやく分かったの。マザークリスタルは人を幸福にしない。恩恵が大きければ大きいほど、それ以上の争いや差別、痛みや苦しみを生み続けてる。それも黒の一体を大地に広げて、人から生きる場所を奪いながら。でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。だから私も手伝いたいの。ジル、だが。それにね、これはあの時ジョシュアが救ってくれた命だから、どうせなら意義のある生き方をしたいじゃない。ジョシュアは確かにいた。見間違いなんかじゃない。ジョシュアがアルテマと呼んだあの存在。きっとジョシュアは奴を追っているんだろう。今この時も。また会える日が来るかしら。それを信じて、できることをやるだけだ。全てのマザークリスタルを破壊する。シドこの数年で黒の一帯は広がりを。しかしひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ、いずれ大陸全土が染まるだろう。アルテマの痕跡を追う先々で世界が死んでいく。ねえ兄さん、僕らに何ができる？クレイブ、問題が。ああ、その、すまない。邪魔するつもりはなかったんだが。気にしないで、打ち合わせをしていただけよ。どうした、オット？協力者のマーサが消息を絶った。すまんが、
ちょっとサロンまで来てくれ。分かった。マーサに何があった？サロンへ向かいましょう。オッドーから詳しい話を聞かないと。詳しい話を。ロザリアに駐屯するザンブレク兵がマーサの宿に押し入ったらしい。知らせによれば怪我人も出ているようだ。そこに来てマーサも姿を消している。面倒なことに巻き込まれたのかもしれん。なぜ奴らはそこまでの行動に？イーストプールの一件は覚えているな。あれを皮切りにロザリアでは駐屯兵が過激化した。ロザリアを治める俗領総督府の名のもとでベアラをかくまう者たちを対抗派と称して虐殺。今やその手はベアラそのものに向けられている。その影響で彼らの保護に支障が出ているとマーサから相談されてたんだが。総督府に目をつけられたか。マーサは大切な協力者だ。失うわけにはいかない。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。ああ、すぐに出る。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。マーサさん、大丈夫かしら？シド。まったく弱ったな。どうかしたのか？私船の底に水が染みてきてやがる。黒の一帯の水は腐敗しやすいと聞くが。隠れ家の中の水はちゃんと処理して使ってるが、この船や桟橋なんかは野ざらしだ。防腐用の薬剤を塗って補修を続けないとすぐダメになっちまう。今回も少しばかり怠けたらこのざまさ。それにちょうど薬剤の在庫も切れてるらしくてな、補修しようにもできやしない。なあシド、ちょいと手を貸してくれないか？ああ、協力しよう。お前の渡し船はこの隠れ家の大事な足だ。補修するなら早い方がいい。そう言ってくれると思ったぜ。ありがとうよ。薬剤の入荷にはしばらく時間がかかるみたいでな。だから代用品で何とかしようと思う。ロザリアのクアールテールだけを知っているか？あそこにはシスルソーンって魔物が救ってる。奴の狂念液は水を弾くから補修に持ってこいだ。すまねえが手に入れてきてくれ。わかった、行ってみよう。
クライブ、これは。とにかく石の剣と合流しよう。ああ、シド。来てくれたんですね。中東兵の奴ら、随分と暴れていたようです。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれん。あちらで手当てをしましょう。さあ。シド、来てくださったんですね。派遣された石の剣というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。状況はわかるか？ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は？いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。心得ました。シド、駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。ああ、わかった。駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。マーサが駐屯兵たちに連れて行かれたの？どうしてあの人が？クライブ、ベアラー粛清だなんてただごとじゃないわ。ベアラーは国の管理下だ。駐屯兵だけの判断じゃない。粛清という言葉まで持ち出すとは。ザンブレクは何を企んでる？何をお探しで？またどうぞ。おい、しっかりしろ。シド、お疲れ様です。怪我人も多いので、できる限り協力していきます。マーサ、無事か？ああ、クライブ、急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ、黒騎士たちが出たんだよ。噂なんかじゃなかった。黒騎士？私を黒騎士から逃がすためにベアラーのみんなが盾になって。このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな？わかった。二人ともどうか頼んだよ。黒騎士、一体何者だ？ビビアンからもその名を聞いたことがない。彼女も知らないとなると。とにかく修道院へ。ベアラーたちが危ない。ふっはっ、ボルグ、ふっはっふ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 っ
争った跡があるわ。ジル、急ごう。なんてこと。クソ、貴様ら何者だ。ザンブレク兵、マーサさんのところに押し入った駐屯兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪、粛清対象だ。ベアラーも、それをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。我ら残夜を担う者、国へに誓い、来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ、ああ、やるぞ。ヒュッ、倒したか。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。この人まだ息があるわ。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ここを襲った黒騎士は全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。どうかこのことをシドに、ベアラーたちを奴らから助け。ああ、伝えておく。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ、亡くなったわ。
院長様たちの埋葬を終えました。しかしベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。マーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたらこの砂をリドック町海峡のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が隔離用に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとう、クライブ。コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。手強い相手だった。
リドック町海峡、この辺りだな。水によって重い荷が洗い出され、魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。ああ、修道院の方は。ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。マーサさんも心配してる。そうだな。少年駅だな。オボルスに渡してやろう。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれない。町の人たちの手当てが終わったら我々の隠れ家に戻ります。二人とも戻ってこられてよかった。マーサ、すまない、間に合わなかった。いいんだクライブ、コールから聞いたよ。ありがとう、みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか。いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に黒騎士なんて名をつけたんだと。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。だが目的は何だ。イーストプールを襲った奴らと同じように、これも母上の差し金だというのか。もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。わかった。それじゃあ俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで宿は救われた。
クライブ、世話になったね。オットーにもよろしく言っておいておくれ。一体何が起きたってのさ。自分の部隊はもう少しマーサさんを手伝ってから戻ります。帰りの道中どうかお気をつけて。マーサは気丈な人だよ。まだ寝ていないと辛いだろう。大丈夫か？無理に動くなよ。そこの人ちょっと、そこの人ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時のやつらが報復しに来たんだろう。どうか頼む。あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに？この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃあよろしく頼むよ。ロザリアの心、どんなチョコボなんだ。これはチョコボの風切り羽ね。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。散々俺たちを後継にしてくれやがって。仲間の敵だ。その白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそ者すっこんでな。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。